新年初のホワステーション担当させていただきます。佐藤直美と申します。よろしくお願いいたします。そうですね。新年初ということで、ちょっと明るめの服で、来させていただいたんですが、これまでお話しくださった先生方のような、方位ですね。衣は着ておりません。で、私自身、一応、僧侶としての資格は、いただいておりまして、もう10年以上前に得度はさせていただいているんですが、普段は、大学や、カルチャーセンターの方で、仏教のことや、あとまあ仏教文献を読むのに必要なサンスクリットとかチベット語、そういった語学を教えたりしております。ですのでまあいわゆる僧侶としての活動っていうのは皆様がよくこう馴染みのあるような形ではさせていただいてないんですが、まあ講座とか授業とかを通して、正しくその仏様の教えが伝えられたらいいなと本当に微力なんですけれど、励んでおります。で、今日は皆様にお釈迦様のことやその教えですね、そのことを少しでも身近にで、まあ、なるべく分かりやすくお話できたらと思っております。で、今月のテーマは未来ということで、ちょっとこちらの方にも書いておりますが、未来を変える力、三明という、こちらのタイトルで始めていきたいと思います。で、三明と言いますのは、お釈迦様が悟りを得られた時に、同時にこう発言した神通力のことで、まあ、順番的に言うと、その神通力、まあ、その三明ですね、三つの不思議な力、そちらをこう手に入れることによって、世の理を知られて、で、こう悟りを開かれたっていうことなんですが、ちょっと三明どういうものか、画面を共有させていただきます。こちらですね、ご覧いただけますでしょうか。三明。一つが天眼通、未来を見通す力。で、もう一つが宿命通、過去を知る力。で、三つ目が路人通、無明ですね。平たく言えば迷いや囚われといったものを取り去る力。これを、まあ、お釈迦様は、順次、得られまして、で、お悟りを開かれたというもので、まあ、天眼明とか、宿命、明、路人明っていうふうに、通のところ、通るところを明るいに変えることもありますし、これ今、神通力と私申し上げたんですが、知恵とも言い換えることができます。で、天眼知とか宿命知、路人知といった言い方もします。まあ、こういった表現は、もともとサンスクリット、まあ、インドの言葉を中国語に翻訳していますので、いくつか表現は出てきますので、概説書などを読まれている皆さんは、あれちょっと言葉違うなっていうようなこともあるかもしれませんが、仏教は往々にしてですね、表現がいくつか、一つのことを指すのにもいろんな表現を使うことがあります。で、あと逆に言うとですね、一つの言葉でも複数の意味を持ったりします。ちょっと今日もがき、時間が限られているので詳しくは申せないんですが、法ですね。仏法の法、ダルマというもの、この法の意味もいくつかあるんですね。また機会があればそういったお話もできればと思います。で、これ三明といって三つの、力もしくは知恵なんですけど、これに迅速通、多心通、転じ通というものを加えて、六神通というふうに言う場合もあります。迅速通というのは、まあ、こう、遠くの場所ですね。普通に歩いてはいけないような、はるか遠くの場所に神通力でもって、飛んでいってしまえるような、そういった力で、多心通というのは人の心が分かる、他人がどう考えているかというのがこう分かるという力で、転じ通というのは遠くのものでも聞こえるというような、この3つを加えた形の六神通というふうに、お釈迦様が悟りを開かれた時に得た力として、6つを伝承する場合もありますが、今日はその中でもこの三明ですね、に絞ってお話をしていきたいと思います。
で、まず最初にその得られた力というのは、まあ、この天眼通というの、未来を見通す力、順番的には宿命通が先に記されることが多いんですけど、これ平たく言うと過去、現在、未来を知る力っていうことですが、宿命通が過去を知る力で、天眼通が未来を見通す力で、魯迅通っていうのは現在を変える力とも言えられるかと思います。でもう少し詳しくご説明するとですね、こういう形です。ちょっともしかすると字が小さくて見えにくいかもしれませんが、まず天眼通の方ですけど、これはちょっと宿命通の方から説明しますね。宿命通は過去を知る。で、まあ、お釈迦様の場合は、その自分の過去世、自分が親と生まれる、カピラバスツに王子として生まれる、それ以前の自分というものを、こう、菩提樹のもとで瞑想をして、こう、自分の心をこう深く深く掘り下げて見つめたときに、自分の過去というものを知ることができたんですね。で、その自分の過去が、こうあるから今がこうあるっていう、その自分のその今ある理由というのがそこでありありとわかります。で、つまり過去にこういうことをした、あるいはこういうことがあったから今があるんだっていう、いわゆる因果応報ですね。原因があって結果があるんだっていうことを知るわけですね。で、天眼通も同じものなんですけど、天眼通については未来を見通す力ですので、今ある人々が未来にどういうことが起こるかっていうことがこう見えてくる。まあ、これ、人間だけに限らずですが、今こういうふうにな状況、こういう行いをしているんであれば、それは未来には結果としてこういうことが起こるという。ですので、この宿命通と天眼通を通して、お釈迦様というのは、すべてには原因があって結果があるんだっていうことをもう如実に知るわけですね。理屈ではなく、私なんかはまあさすがにもう50年以上生きておりますので、原因があって結果があるっていうのは身に染みて感じているところはありますが、それでも原因と結果が必ずしも一致しないようなことの方が生きているときは多いと思うんですね。でもこれは自分がおぎゃーと生まれる前にまで遡ったとすれば、もしかしたらそこには理由があるかもしれない。で、私自身はお釈迦様をとても尊敬しているので、おっしゃることに対してはこうそうだよってこう思えるので、お釈迦様がそうおっしゃるならそうだなって思えるところでの因果応報の理解がありますが、お釈迦様が悟りを開かれた時はもう実体験としてありありと確かに原因があって結果があるっていう、ここのつながりをはっきりと認識されていた。その知恵というのが、ここで言うところの天眼通と宿命通と言えます。で、ここにも書いてますが、この二つの力によって因果応報の断りを知って、で、すべての、で、そのなった時に原因が何かっていうのもわかるわけですね。まあ、喜びの原因もわかるけれども、苦しみの原因もわかる。で、その苦しみの原因というのは何かって考えたときに、それは無明であるっていうことを知ります。で、無明というのは、まあ、無知とも言い換えられますけど、真実を知らないっていうことですね。で、まあ、これ、もっともっと平たく言えば、ここに書いている通りです。迷いとか、囚われとか、あと煩悩とか、執着っていうようなことを言ったりもしますけど、そういう、こう、何かこうつい止まってしまうような自分の行動を止めてしまうような、そういうものが私たちの苦しみの根本原因なんだっていうことを知ります。で、この因果応報の断り、別の言い方をすると、すべての生き物は自分の成した行為、この世を漢字では業というふうに書いたりしますが、その業によって生死を繰り返す、いわゆる輪廻ですね、というその真理、まあ、その原因があって結果があって、それがこう連関しながらずっと繰り返されていくもの、そういう真理、縁起を
この二つの知恵ですね、神通力とも言いましたが、それによって知りました。で、この天眼通と宿命通というのは、お釈迦様の場合は、ありありと実体験として、感じられたと思うんですけど、理屈だけでも、なんとなく理解できるかと思います。今日、特にこのお聞きの皆さんは、おそらくこう仏教の、エキスパートでいらっしゃると思いますので、なんかその理屈はわかるっていうところで、で、わざわざしっかり深く深く瞑想しなくても、まあ、生きていれば、確かにそうかもしれないって思うところがありますが、そのお釈迦様がなされた本当にその悟りという、もう前、この原因と結果という理屈は分かったところで苦しみがなくなるわけではないですよね。今皆さんこの私の話を聞いて、ああ、そうか、そういう理屈なのか、ああ、もう悩みなくなりましたにはならないと思うんです。で、その悩み、苦しみというものを取り去る力というのが、この三つ目の魯迅図になります。こちらですね、魯迅図。こちらが、これが、まあ、私は、本当にそのお釈迦様、すごいなと思うのは、まさにこの魯迅図で、仏教の、まあ、仏教たるゆえんというんですかね、仏教の最大の特徴がこの魯迅図ではないかと思っています。つまり理屈だけでは結局私たち救われないですよね。そうではなく、実際にそのこのあるこの思いとか、こういうものがなくならないことには、どんなに理屈を言われても、理屈を言うことで軽くなることはあると思いますが、理屈で納得できることで取り去れる悩みもありますけど、それではどうにもできないっていう、その悩みが、この魯迅図によって、取り払われる。で、お釈迦様自身はこれが取り去られてですね、無明というものがなくなり、で、そこで、全く悩みとか苦しみのない境地というもの、涅槃に達成られたと、そのように、まあ、言われております。で、この魯迅図というのは、まあ、言い換えれば、平たく言えば悟りであり、また別の言い方をすれば、まあ、知恵ですね。仏教にとって大切な、その知恵。で、これこそが、まあ、仏教ならではの力であり、悟りを開くとか、悟りを得るっていうような言い方をしますけど、まあ、取りも直さず、こう、知恵を得ていくという、ことになるんではないかと思います。で、この知恵というのは、知識とは違うもので、その、知識と経験が合わさって、生み出されるものですね。で、特にこう、前向きに使っていく、これ、正確ではないんですけど、前向きに使っていく知識のようなものですね、知恵。その、原動力になっていくような、前向きにしていく力。それが、まあ、知恵、ではないかと思いますが、これが得られれば、まあ、結局、悩みも苦しみもなくなっていく、いきます。で、知恵っていうのは、っていうんですか、ね、たった一つのものではなく、小さな知恵もあれば大きな知恵もあると思うんですね。で、悟りっていうのも、こう、小さな悟り。自分の中で、こう、何かこう、あ、そうかって分かった瞬間。これに関してはもう悩まなくなるなっていうような、こう、自分の中で、あ、そうだって、こう、超えられた時は、これが多分、これが悟りだと思うんですね。小さな悟り。で、まあ、その蓄積、積み重ねの中で、大いなる、本当の知恵を得た時に、まあ、悟りを得たっていうような表現、ブッダになったとか、そういう表現になっていくと思うんですけど、この三明というのは、最初の二つというので、世の断りというものを知り、最後のこの魯迅図で、その断りを打破する力というものを得て、得られたということで、これがまさに現在を変える力。今回のまあテーマ、未来っていうふうにありましたけど、本当に仏教っていうのは、未来を変えていくことができる、そういう教えだということが、三明を勉強するとですね、よくわかるので、まあ、今回、こちらをテーマとして出させていただきました。
で、ちょっと次のスライドいきますけど、その三妙でですね、実際、まあ、露神通によって悟りを得られたわけですけれど、じゃあ、その、悟りのその真理の内容をお釈迦様は別の表現で、説かれています。で、まあ、それがお経典に残っているんですけど、皆様よくおなじみの死体と言われるものですね。苦渋滅道、苦体、実体、滅体、道体というもので、で、その、これが、まあ、仏教の四つの真理と言われているものです。で、まず、苦体というものはどういうものかと言いますと、生きるというのは苦しい。そもそも苦しいんだっていうことですね。生きるっていうのはそもそも苦しいんだっていうことを、そういう真理。その、人によっては生きるってもう楽しくて楽しくてしょうがないって、もうできることならまた生き返ってこの人生、生きてみたいっていう人も中にはいらっしゃると思いますけど、そう思っている、そう思えている人にとって、まあ、ある意味仏教は必要ないのかなと思います。そうではなくて、もうその、必ず苦しみがつきまとう。もちろん楽しいこともありますけど、苦しいことがつきまとうっていう時に、その、楽しくて当たり前って思っていると、苦しいことはより苦しくなりますけど、もうそもそも生きるっていうのは苦しいんだよっていう、そこに気づくこと。これが、まあ、第一の、真理ということで、苦体。で、その、生きるというのは苦しい。で、その苦しい苦の原因っていうのは何かっていうと、これは、先ほどの三妙の天眼通と、宿命通でお釈迦様、はっきり、得られた真理ですが、その苦の原因というのは煩悩であると。欲望とか執着とか、何か自分がそこに囚われていくもの。それが苦の原因なんだ。で、それが、この実体というところなんですけど、まあ、この集まるっていう言葉には、こう、原因っていうイメージを結びつけるのは、ちょっと日本人にはなかなか難しいと思うので、まあ、これは私が、自分の中で、そうだ、そうだって思う文言なんですが、好みは苦しみの集まるところ。いうことですね。これは、大乗の大発涅槃行の中にも、この文言があるんですけど、つまり、この苦の原因っていうのは確かに煩悩なんだけれども、その煩悩を持っているのはそもそも自分なわけですよね。だからその自分が煩悩を持たなければ苦しくはならない。だから自分はそういった煩悩を抱え込んでしまう。まあ、ある意味、煩悩の集積体が自分であるっていうようなところですね。だから、好みが煩悩を集めている。まあ、原因としては、その煩悩というものなんですけど、結局、好みがそれを集めている。自分がそう感じているところが苦の原因なんだっていう、それが第二の真理。で、そして、第三の真理と言われるものが、滅体と言われるもので、この苦の原因である煩悩っていうのは、断滅できるんだっていうことですね。二つ上の状態だと、まあ、もう絶望に近い人生になってしまいますけど、生きるっていうのは苦しいって、もう自分の身っていうのは苦しみが集まるだけなんだってなると、これはもう、もうどうしようもできないっていうところになりますが、でも、この煩悩はちゃんと滅していくことができるんだという、その真理をお釈迦様は三番目に監督される。で、その次にですね、滅するためには確かに方法があると。滅するための方法があるんだと。で、お釈迦様自身は露神通というものを得ることによって、実際その滅し去る力を得られてます。で、まあ、その滅し去る力、お釈迦様自身によって得られたこの力、これが、まあ、私たち一人一人にも、まあ、簡単に得られればいいんですけれど、そう簡単に得られるものではない。それですので、それを得ていくための方法というものを説いてくださったんですね。で、それが、例えば、八正道とか、中道とか、六波羅蜜
あるいは禅定、まあ、場合によっては念仏とか題目をお唱えするとか、それをこういったもう様々な方法を説いてくださった。で、というのも人間それぞれ個性がありますので、その人その人に合ったやり方というのがあるから、ただ一つのことを言っても、その人に合っていないかもしれない。そこで、いろいろな形の、方法というものが、が残されています。書き残されていますし、おそらくお釈迦様のもとので修行した方々が、それをこうずっと継承してですね、今の時代にまで残してきた、そのいろんな実践というものがあって、日本はたくさん宗派が、仏教の宗派ありますけれど、私の感覚としては、その宗派というのは、結局この実践の違いに尽きるのかなと思っています。何を実践するか、何の実践に重きを置くかっていうところで、いろんな宗派が、その時代時代に応じた形で、生まれてきて、今にも残されているんではないかと思います。で、ですが、その中でも、比較的すべての人に、お手はまりやすいものを今日は、最後にご紹介して、お話し終わりたいと思います。で、というのは、この、八正道というものです。すいません、こちらですね。八正道。皆さんもこれは聞かれたことあるかと思いますが、正見、正視、正語、正合、正明、正精進、正念、正常という、この八つ。まあ、これ全部覚える必要はないですし、全部、すべてを順序通りにしなければいけないという実践ではないんですが、ただ、一応こう、一つ一つ見ていくと、ちゃんと意味があって、つながりがあります。で、正見というのは、正しいものの見方や考え方を備えるということですね。ベースに正しい、思想を持つっていうことで、先ほど紹介した死体、苦渋滅道というこういう心理がベースになるほどと。完全に理解されなくても、そういう考え方に基づいてるのねっていう、そこがあった上で、ここ黒枠で囲んだ部分というのが、これは正しい心で、正しい言葉遣い、そして正しい、動作、振る舞いですね。心と口と体に関する振る舞いを正しくしていくっていうことです。正しいものの考え方に基づいて、正しい判断や決断を正しい心でもって、そしてそれを正しく、正しいっていうのは、正解とか不正解っていう意味ではなく、優しい言葉遣いとか、相手を傷つけない言葉とか、あとは、おべっかのようなものを使わないとか、あっちに行ってはいいことを言い、こっちに行ってはいいことを言うっていうような二枚舌を使わないって言った、そういう形の正しい言葉遣いをして、で、あと、TPO に合わせた。言葉遣いとかですね、正しい言葉遣いをして、で、振る舞いも正しく、今風に言えば上品なっていうんですかね、正しい振る舞いをしていく、そやな態度で取らないっていうようなこと、そういう心と口と体に関する正しい振る舞いをしていくと、そうすると生活そのものが整ってきます。正しい生活ですね。で、でも、この正しい生活を維持していくためには、やはり工夫が必要です。それが正精進、正しい努力、工夫というところです。で、これを持続していくということで、正念、正しく記憶し、それを持続していく。で、そうしていくとですね、集中力が備わってきます。これ私の体験としてなんですけど、何か心がざわざわして何か集中できないような時に、無理に集中しようしようしようってしてもなかなか難しいので、私はこの八正道というのを思い出してですね、まずはとにかくこう姿勢をきちんとしようとか、歩き方もきちんとしようで、なるべく綺麗な言葉で、相手のことを思った言葉遣いをしようっていうようなところで、正常っていうこの
精神集中に、こう、正しく集中しよう、集中しようって思うんではなく、それ以外の発症度を、こう、自分の中で、実践してですね。で、そうすると、やっぱりこう、今までこう、わちゃわちゃしてた心がこう静まってきて、そして正しく心がこう集中していくような状態、何かこう澄み切ったような、こう、ものですね。そういう状態になると、正しいものの判断がしていけるんですよね。A か B か。で、A か B かっていう時に、パッと判断できたり、迷ったとしても、自分が決断したことに対して、さらなる迷いが生じなくなる。A で行こうって思った時に、B が良かったかなっていうようなことではなく、A で行くっていうところですね。で、ですので、まあそういう方、それが、この正しく精神集中して、正しく、こう、判断できるようになってくると、おそらくそれが知恵なんだと思うんですね。で、その繰り返しの中で、少しずつ少しずつ仏様の得られたその大いなる知恵というものに近づいていってるのかなって思いながら、まあ、私自身は今、生活をしております。まあ、他にもたくさんお釈迦様その人その人に応じた実践というものを説いてくださっております。ちょっと先ほどのところに書いた通り、中道とか六波羅蜜とかで、この禅定というのはまさに心を集中させていくためのものですし、まあ、その念仏というのは、これも一つの集中ですよね。生身だ仏様に心を一つにしていくっていうような子たちでも、心は、穏やかになって判断力も高まってくると思いますので、このあたりの実践については、また皆さんよかったら、それぞれに、ちょっと調べたり、他の場所でですね、お話など聞いてもらって、少しでも、気持ちよく穏やかに、今年一年過ごせますよう、共に頑張っていきたいと思います。すいません、拙いお話でしたが、これで、今日のお話終わらせていただきます。ありがとうございました。